放送事故。何でも鑑定団で発覚した闇の実態。みんなは何でも鑑定団というお昼に放送されている番組を知ってますでしょうか。1994年から現在まで続く番組なんで、まあ知ってる方が多いんじゃないでしょうか。これだけ長く続いている番組なんで、とんでもない高額な鑑定金額がついたものや、様々な放送事故や思いもよらぬものを持ってくる依頼者、鑑定団を騙そうとする依頼者、そして悲惨な末路をたどった依頼者も存在します。今回はそんな何でも鑑定団を紹介します。どうもメシアです。改めて何でも鑑定団という番組は、昔は島田紳助さん、今は今田浩二さんが司会を務める番組で、屏風、骨董品、陶芸品などを鑑定士がスタジオで鑑定して、値段をこちらの謎の機械で発表するという番組です。最近ではスタジオに来れない方たちのために、地方に向けて出張に行く出張何でも鑑定団という企画や、海外にまで出張に行く企画も行っていて、本当に一生ネタ切れのない番組だなと思います。ちなみに私の推しは中島誠之助さんなんですが、みんなの推しもコメント欄で教えてくれると嬉しいです。生放送で好きな鑑定士ランキングとかもやりたいですね。多分誠之助が1位になると思っちゃうけど、そんな誰も興味がないどうでもいい話はさておき、まずは高額査定されたトップ10を紹介しようと思います。10位、2003年4月8日に放送されたディズニーアニメのモデルシートとスケッチ328枚、鑑定金額は1億円。モデルシートとは、複数のアニメーターが描いてもキャラクターが全く同じに見えるように、どう見えるべきかというのが解説されたものです。いわばマニュアルみたいなものですよね。これが1億円と鑑定されました。確かにこれは1億円払ってでも欲しい人いそうです。9位、2003年12月23日に放送されたアンディ・ウォーホルという芸術家が描いたエリザベス・テイラーの肖像画、鑑定金額は1億2000万円。絵がここまでの価値が出るのはすごいですね。ちょっと長くなるんで、ここからパパッと紹介していきます。8位、宇宙船アポロ17号ロン・エヴァンスの宇宙服1億3000万円。7位、マリリン・モンローが映画の中でつけていたイエローダイヤモンド1億5000万円。6位、銀河鉄道の夜や雨にも負けず注文の多い料理店などを書いた小説家宮沢賢治が友人と送り合っていた手紙1億8400万円。普通こんなのは黒歴史になりそうなものですが、こんなに価値がつくんですね。あ、私が小学生の時に書いていた絵日記が欲しい方がいたら、今なら10万円ポッキリで売りますので、ぜひコメント欄で教えてください。送料はこちらで負担します。5位、西洋のアンティーク各種1億9400万円。なんか高そう。次、4位、マリリン・モンローが実際に映画7年目の浮気で着ていた衣装2億円。マリリン・モンローってすごいですね。ちなみに世界で最も高価なドレスとしてギネス認定されているのも、マリリン・モンローが大統領の誕生日会で着用したもので、5億3000万円だそうです。さあ、いよいよトップ3。3位、世界のポスター122点、3億5000万円。ちょっとみんなポスター集めときましょう。2位、こちらの絵画15点、4億3000万円。実はこれ、依頼人は那須林道湖レイクビューという栃木にあるファミリー牧場の常務で、入手経路も本物なのか偽物なのかそれすらも分かっておらず、宣伝目的のために出演したらしいんですが、こんな金額だったのはエグです。そして1位は2005年9月27日に放送された柿右衛門様式の壺5億円。えぐー。鑑定士誠之助からも国宝級の代物ですと言われ、正真正銘の最高金額となったんですね。みんなは自分の宝物が5億円と査定されたら売りますか？私だったら秒で売りますね。だって絵や壺を持っているよりお金を持っている方が良くないですか？コメント欄でみんなの意見を教えてください。さあ、高額査定トップ10を発表しましたが、光もあれば闇もあるということで、ここからは闇の部分に入っていきます。今のう
ちに高評価ボタンをクリックしておいてください。番組にこちらの両面に平等院鳳凰堂の絵柄が刻まれている。エラー10円玉を持ってきた依頼人は自信満々に査定金額を40万円として提示します。しかしこれが何でも鑑定団ではなかなか見ることのない最低金額0円になってしまいます。実はこれエラーコインなどではなく側面同士を貼り合わせた偽物で、このようなお金の加工は貨幣損害等取締法により1年以下の懲役または20万円以下の罰金になることもあるんです。なのでまだ0円はいい方でマイナス20万円になる可能性まであったんですね。この依頼人が故意にこれをやっていたのか知らずにエラーコインじゃんということで持ってきたかは謎ですが、よく調べないと本当に危ないですよね。そしてエラーコインだけではなくヒューマンエラーが生じることもあります。つまり鑑定ミスです。2016年福島県のラーメン店店主の依頼人が大金をはたいて買ったというこちらの茶碗がなんと世界で3点のみの曜変天目と言われる国宝で2500万円と査定され、鑑定士の清之助からは間違いありません、何でも鑑定団始まって最大の発見です、信長秀吉徳川家康が持ってさらに現代に伝わっていれば国宝になっていたかもしれないと言われ、スタジオも盛り上がりました。すばらしかし番組終了後専門家から番組を見ていて思わず絶句しました。どう見ても中国の商店街で売っているまがいものにしか見えない。今回鑑定された茶碗には輝きがなく実物を見ていないのでそこは不正確ですが、映像を見た限りは偽物でせいぜい 2,3 千円ぐらいではないでしょうかと言われ始めます。そしてさらに日が経ち、中国に住むこちらのおばちゃんが、それ私がお土産品として作った手作り作品です、販売金額はだいたい1500円から3000円ほどですよと名乗り出てしまったんです。おそらく偽物だったんでしょうけど、清之助が曜変天目と見間違えてしまうほどの作品を作ったこのおばちゃんがすごいなと思っちゃうけど、どうなんでしょうか。このように珍しいものを持ってくる依頼者は多くて、1995年芥川作家高橋光千奈の娘高橋さんが芥川賞を受賞したものにのみ与えられる懐中時計を持ち込みました。もちろんこれは高価なもので100万円の高値がつき、この時計は父と高い値がつけば売りたいと約束していましたと話し、番組内で買い手を募集して収録は終わりますが、放送直前になって高橋さんがあの時計を売るつもりはないと言い始め、急遽放送を取りやめたんです。そもそもそんな大事なものを売ろうとするなって思うかもしれませんが、芥川賞の創設者は作家にはこの時計を売って生活の足しにしてほしいという意味を込めているので売るのが正解なんですよね。でも売る気がないならもう言わんけりゃいいのにって思っちゃうけど、このように持ってこなければよかったのになぁというパターンはもっとあります。2011年アカデミー賞を受賞したものだけがもらえるオスカー像を300万円で購入し、番組に持ってきた女性は本人評価額自信満々の500万円としますが、そもそもオスカー像は売買が禁止されていて、本来の持ち主と違う人物が持ってきた場合は強制的に1ドルで買い取ることが決まっていて、鑑定金額はもちろん1ドル。しかもテレビで大々的に彼女が持っていることが分かってしまったんで、おそらくもう回収されていますね。マジでかわいそう、持ってこなければよかったのに。そしてこの動画を締めくくるのは番組史上最も最悪な放送事故でかわいそうな男の末路を紹介します。2015年、こちらの骨董品を持ってきた依頼人の男性は自分の目には自信があります、そんじょそこらのコレクターには負けませんよと自信満々に話します。 VTR によると骨董仲間から1000万円ぐらいするけど100万円で販売するよと言われ、これはチャンスだと感じ退職金400万円をはたいて4品購入したそうで、この段階で司会の今田浩二からうわー危ないなーと言われてしまいます。そして清之助の鑑定額はたったの4000円、さらにひどい偽物ですね、お金出しすぎましたね、もっと勉強なすってくださいと清之助からの追撃を許し、依頼人は真面目に働きますと力なく返事をし、客席で見ていた依頼人の妻も涙声で東京見物して帰りますとコメントし、今田浩二も声が声になってないですね、申し訳ありませんとフォローし頭を下げたんです。さあ何でも鑑定団の闇いかがだったでしょうか。ここから私たちが学ぶことは自分の目を
信じすぎるなということでしょうか。自信満々に持ってきて高い金をはたいて買った依頼人ほど鑑定金額は低く、逆に宣伝目的ぐらいで持ってきた依頼人が高額になる。そして鑑定士もミスをし、騙そうとしたのもすぐ見破られる。もちろん何でも鑑定団だけではないです。みんなの身の回りでも自分を過信しすぎている人もいるんじゃないでしょうか。気をつけないといけませんね。ではまた。いやー、本当に何でも鑑定団って面白いなと改めて感じました。いつかもっとすごい放送事故が見れるんじゃないかとワクワクしながら見れますよね。あとみんなが印象に残っている何でも鑑定団の回をぜひコメントしてください。あと好きな鑑定士もねぜひコメントしてください。そしてチャンネル登録がなんと6万人を突破いたしました。ありがとうございます。この調子で10万人まで行きたいので、登録されてない方は登録ボタンをクリックしてください。あと高評価ボタンもクリックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。